甲子園ではハンカチ王子フィーバーを巻き起こし、大学を経て鳴り物入りでプロ野球入りした斎藤佑樹。しかしプロ入り後の成績はパッとせず、ビッグマウスばかりが取り上げられる存在となってしまいました。2021年に引退をし、その後は静かに暮らしているかと思われましたが、今の斎藤は意外すぎる活躍を見せているのです。今回は斎藤佑樹のヤバすぎる現在の姿を紹介していきましょう。年収2億超え。プロ野球選手は引退後、指導者や解説者など様々な道を歩みます。では斎藤は何をしているのか。彼が引退後に進んだ道は、なんと会社の社長でした。しかもその会社名はズバリ株式会社斎藤佑樹。ホームページは斎藤とハンカチの写真が写った洗練されたデザイン。一方でその具体的な事業内容は書かれていません。斎藤は会社の事業内容についてこう語っていました。野球人生の中で感じた問題意識を形にしていきたいです。例えば野球をする選手やスタッフの働きやすさだったり、野球を見る人たちがもっと楽しめる場所作り、怪我と向き合う人のメンタルケアや野球少年の育成、さらには選手のセカンドキャリア、地域との関係性など、いろんなことに取り組んでいきたいです。野球に関わる様々な課題を解消したい思いから設立されたこの会社。この動画の後半で具体的な取り組みも紹介しますが、今の彼にとって大きな収入源となっているのはメディアやイベントへの出演です。しかもその人気っぷりは凄まじく、とんでもないほどの収入を得ているとも考えられているのです。ハンカチ王子として一世を風靡したスター性や端正なルックスを武器に、至るところで引っ張りだこに。あくまで外部の資産データとなりますが、斎藤の出演料はテレビ出演1回100万円、講演料1回150万円、イベント出演料1回300万円とも言われています。これに CM の出演料なども加えると、2022年の収入は2億円以上。斎藤のプロ野球での生涯年俸は約2億円ですから、なんと引退後の1年でそれと同じかそれ以上の収入を得たと考えられるのです。斎藤の名言として有名なのは、プロ入り前に言った「青山に土地買うってやばいっすか?」「海苑乗りてー」などの発言。青山の土地は家を建てるなら1億円以上も当たり前。車の海苑も新車だと1000万円以上します。プロで活躍できない時にはバッシングの代名詞にもなりましたが、2億円の収入があればその夢も十分叶えられるのではないでしょうか。そんな彼の収入を支えるのが、これから紹介するマルチな活動の数々です。ハンカチメーカーと契約。ハンカチ王子と呼ばれ、ハンカチ旋風を巻き起こした高校時代、カンカンと太陽が照り注ぐ真夏の甲子園において、ハンカチで汗を拭う爽やかな姿はまさにスターそのもの。全国のファンたちを虜にしました。そんな斎藤は引退後、なんとハンカチメーカーと契約を結んだというのです。その会社の名前は川辺株式会社。東京の日本橋でハンカチや手ぬぐいを製造している会社で、今年で100周年を迎える超老舗企業です。その記念すべき年の試みとして、ハンカチフィーバーを巻き起こした斎藤と契約しました。この契約について斎藤はこうコメントしています。ハンカチの会社さんとお仕事をするのは僕にとってそれなりの覚悟が必要です。やるならしっかりやらせていただきたい。今一度ハンカチとちゃんと向き合っていきたいと思います。自分の代名詞であるハンカチの老舗企業とのコラボにまんざらでもない様子です。今後の詳細は未定のようですが、会社側もまっすぐな斎藤さんのエネルギーをお借りして、次の100年に決意を持って新しい一歩を踏み出しますと発言しており、大きなプロジェクトが動いている様子。夢のコラボの内容を楽しみにしましょう。 CM が殺到。講演会やイベントに多く出演している斎藤。そんな中、タレントとして大活躍を見せているのが CM への起用です。ざっと振り返るだけでも、キリンビール、ユニクロ、森永製菓などなど、日本を代表する大企業の CM に出演。綾瀬はるかさんの共演シーンはニュースになるなど注目を集めました。またそのイメージの良さを生かしてなのか、結婚情報誌のゼクシーに登場し、ハンカチを使ったサービスショットまで披露。大スターのサービス精神を存分に発揮しています。また長年所属した日本ハム時代の流れもあるのか、新球場の CM や北海道の食べ物に関する CM にも出演。大企業からの CM 契約料は1本で2500万円ほどはくだらないと言われているので、2022年の斎藤の CM 収入は1億円は軽く超えているでしょう。好感度を生かしてあらゆる CM に引っ張りだこの斎藤ではありますが、ちょっと意外と思える仕事も手掛けていました。家づくりを監修。いろいろな企業とタイアップしている斎藤。
その中でも異色の仕事が家づくりの監修です。注文住宅を手掛けている株式会社ウェザースホームは斉藤を監修に迎えた事業を発表。その名はズバリスポーツと暮らす家というテーマの開発プロジェクトでした。あの斉藤がついに憧れの青山に家を建てるのかなんて思った人もいるかもしれませんが、このプロジェクトは今までにない発想のものだとしています。それはスポーツと暮らす家をテーマに様々なデザインや機能を掛け合わせた家づくり。具体的にはスポーツを見る、スポーツをする、スポーツをする人を支えるという目標を持って家づくりに取り組むようです。このプロジェクトにあたり、元プロ野球選手の斉藤は実績、話題性ともに適任。実際に斉藤はこのプロジェクトのために動き出しています。スポーツに取り組む人がいる家庭向けにジムを設置しやすいレイアウト作りや、ぶら下がって懸垂ができる階段の設置を提案。子供の頃からトレーニングが生活の一環だった斉藤にとって、トレーニングルームが最初に浮かんだのは自然だったのでしょう。これからも元プロ野球選手ならではの視点で家づくりに取り組んでくれそうです。バラエティで天才っぷりを発揮。引退後には精力的に活動し、そのスター性と好感度で引っ張りだこの斉藤佑樹。そんな中、意外なところで天才っぷりを発揮したのがバラエティ番組でした。斉藤はある番組で各地の王子に会いに行くという企画に挑みます。ロケに行ったのは香川県でアスパラを栽培しているアスパラ王子と呼ばれる男性の元でした。ロケでは品種改良によって紫色に改良されたアスパラを出されます。視聴者が大スター斉藤の食レポっぷりを見ようと注目する中、ここで驚きの一幕が。アスパラ王子から甘いですよと差し出されると、いやいや紫色のアスパラが甘いわけないでしょうと一言。ところが一口食べると、ってほんまやと言い放し、芸人顔負けのノリツッコミを見せたのです。これには番組の司会者も驚愕。こんな技術どこで見つけたんだと、その天才っぷりに愕然としました。さらにこの番組では違う一面も。アスパラを豚肉で巻いた料理を食べた斉藤は、これお肉みたいですねと珍回答。アスパラ王子から、いやお肉で巻いてるんでと鋭いツッコミが入ります。なんとわずかの出演ながらボケもツッコミもできるというマルチタレントっぷりも見せつけたのです。この王子に会いに行くコーナーはかなりの好評で、司会者もいいコーナーができたと大満足。斉藤の企画がレギュラー化する可能性もありそうです。そんな中、気になるのはどうしてこんなにも気の利いたコメントを残せるのかではないでしょうか。その理由は高校時代からいろんな場面でコメントを求められたことにありました。生まれ持ったスター性や野球の実力はもちろん、彼のサービス精神からファンたちが喜ぶ発言が自然と出てくるように成長していたのです。かつては青山の土地や海苑などビッグマウスが取り上げられた斉藤ではありますが、その裏にはファンを喜ばせたいサービス精神があったのかもしれません。今回は斉藤佑樹の現在の姿を紹介しました。プロではいまいちなまま終わってしまいましたが、引退後は持ち前のカリスマ性を発揮し、とんでもない大活躍を見せていました。ハンカチ王子の第二の人生に今後も注目しましょう。他にも斉藤の驚くべき活躍を知っていたら、ぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。